冗談は1993年8月4日。いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は91年12月より調査を進めてきたが、今半その結果がまとまったので発表することとした。今次調査の結果、長期に、かつ小期にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、 当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘い、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、 関係党が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況のもとでの痛ましいものであった。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の当茶にあり、その募集、移送、管理等も、甘い、強圧による等、 そうじて本人たちの意思に反して行われた。河野太郎、ベース。従軍慰安婦の認識は、1992年に、官僚が、総係で行った調査に基づいて、発表されたものです。内閣の意思で行ったもので、以来、一切、変更はありません。河野太郎内閣では、安倍さんが、ダメと言ったら、 どうしようかな